まあ、全体的な感想としてリスニングが難しかったっていう、確かに新しいオーストラリア人はだいぶ早口ですね。うっさいの、もう。さあ、始まりました。もちろんチャンネル。さあ、今回はですね、はい、先ほど受けてきましたトイック公開テスト第270回午前のトイック選んだ公開テストを受けてきました。まあ、全体的な感想としてリスニングが難しかったっていうのが大きいですね。まあ、ただでさえ難しかったんですけど、受験環境によってもですね、だいぶ差が出ちゃうっていう感じでした。はい、どんな感じだったのか説明していくんですけど、まあ、今回の会場がですね、初めての会場ですけど、まあ、いた方いると思います。美容学校ですね。初めてです。美容学校なんて入ったの。まあね、教室が臭い。めちゃ臭い。なんなのあの匂い。どこからやってくるんですか、美容学校の教室って。あの匂いは。なんて言ったらいいの？犬とか？ペットショップとも違うけど、なんか犬みたいな、雨に濡れてる犬みたいなですね、そんな匂いなんですよね。顔だけの人形がパーマされてる状態でずらっと並んでて、上には電源がいっぱいある、ドライヤー用のね、電源がブワーってあったりとか、あの髪洗うやつがあったりとかね、するとこだったんですけど、美容学校の方々ってこんな臭い教室で授業受けなきゃいけないんですね。大変ですね。で、まあ椅子がね、ぎっこぎっこ言うっていうのもやばかったね。もう、あのダメなんですよ、ギーギー言うのね、こう、ってなりながらの受験でしたけど、まあ置いときましょう、それは。ただ密閉されてたからね、あれ良くないよね。換気とかしないんだなと思ったけど。で、まあ音の関係上エアコンはつけらんないってことだったんですけど、まあ自分自身は寒がり、冷え性だから全然大丈夫なんですよ。でも横のおじさんが暑いって言って、エアコンつけてくれって言ってましたけど、いや、ちょっとリスニングはつけらんないです、みたいな感じで始まりました。で、厄介だったのは、パート2で、パート2なんて音声だけのところで、試験官がね、こんな感じで音出し始めちゃってて、試験のあれが入ってたやつ、そのプラスチックをずっとね、ピシャ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 ってやってて、うっさいの。もう受けてる人たちみんなはみたいな顔にさなってるかまでは分かんないですけど、はみたいにこうね見上げて見てるんですよ、多分ね。僕後ろから見てたんで、おいおいおいみたいな。でも声出せないじゃないですか、やめてくれなんて、試験中だから。でしかも僕一番後ろで、試験官一番前にいるんで、大きい声でやめろって言えないし。で、いちいちあの問題終わったらチェックしていくんですよ、試験官って。あ、この問題終わった、この問題終わったって。それ終わって、なんか別のことして。終わって、途中でなんか別のことしてって。うるさくてしょうがない。パート2でやるなって思ったけどね。席のシートにも、いない席にこう、印とか付け出しちゃって。京太くんとすごいうるさい。ギコギコうるさくて黒板に貼ってやるやつに印とか付け出して。まあ多分、トイック関係者の方見てると思うんで、あれダメですよ。ちゃんと注意してください。リスニングうるさくて仕方なかった。ただでさえ難しかったので。でリスニング終わったら、隣の女の人が暑すぎるって言って文句言った。で、おお寒くなんのかって思って、まあ冷房が入ったんです。そしたらで、まあ寒くなってきて、そう、寒がりですから、で上着着て、夏だから夏こそ厚めのを着てるんですよ私エアコン用に。でこれを着て受けてたら、その女の人さ、途中から上着着だしたんだよね。ふわーいみたいな、あんたが暑いから冷房入れてくるって言ったんじゃないのかいって思ったけど、まあまあまあ寒がりながら、はい、受けた受験でした。でこの人しかも回収中にトイレ行ったしね。問題回収の時って絶対トイレ行っちゃいけないんですよ。でも問題回収してる時にトイレ行きたいですって言ったら、試験官の人行かせちゃいましたし、ね、えーみたいな。でさらには問題用紙名前書いてない人たち続出みたいな、ね、ちゃんと指示出せいってね、これ指示出す試験官と出さない試験官いるんです、ちゃんと書いてください、忘れる人が多いんでっていうね、たくさんの人が書き忘れてて、退室までに結構時間かかっちゃいましたね。でね、とにかくね、うるさかった。途中からその開けたんだよね、ドアをね、ドア開けたんだけど、すげえうるさいの。学生がいるのか何なのか分かんないけど、なんか女の子たちがわーわー言ってる時もあれば、男性がすごいわーわー喋ってる時もあって、うん、パート7で結構集中できない時間とかあったんで、それでうるさくて、で注意しに行くのかと思いきや、全く注意しに行かなかったですね。はい、これも運営の方見てるはずですから、これちゃんとその辺のことを指示出してください。外うるさかったら注意するとかお願いします。それでは難易度を見ていきたいと思いますね。まずはパート1ですね。パート1むずいよ、今回はやばいでしょう。6問中2問超レベルが高い。いやー、なかなかない回ですね、これは。で、全く同じのを受けてるかわかんないですけどね、複数フォームがありますから。いや、やばいでしょ。この2問は単語わかんなかったと思いますね。消去法でやるしかないですね、だから。はい、続いてパート2ですね。パート2は、
難かった。まあまあまあ眠いっていうのもあるとは思うんだけど、いや難しいよね。あれはだいぶ変化球とか、これ引っ掛ける気満々だなって思ってってなったのが多かった。それでいてうるさかったから、試験官がうるさいんでだいぶ苦労しましたね。多分ここ最近の中で一番苦労した回だと思います。続いてパー3は普通かな。まあまあまあ自分がね、で自分がまあ武田塾国立校のオーナー始めたんで分かりますね。あ、こういう状況なんだっていうのが場面が浮かぶようになりましたね。今こういう取引してるんだとか、こういうサービスの広告があるんだとかっていうのはだいぶ分かるようになったなって思います。まあただ聞き取れない人にはかなりきつい問題もあります。でパート4が難しかったですね。もう分かりました。早口の人があって結構コメント来てて、あ、確かに新しいオーストラリア人はだいぶ早口ですね。カナダ人になるとスピードが変わる。カナダ人男性とオーストラリア人男性いるんですけど、オーストラリア人男性の方が明らかに早いです。まあ読まされてるスクリプトの量が多いのかもしれないんですけど、彼が担当した少なくとも2回は、あ、だいぶ早いなっていうふうに思いました。で、それがまた初っ端に来てたんで、パート4の。だから、初っ端からうっ、きつってなった人が多かったんじゃないかなと思います。続いてパート5。まあパート5は普通かな。ちょっとひねった問題はありましたけど、特になんか難問っていうのはなかったかな。前置詞の問題も、まあ大学受験まででちゃんと勉強してれば解けるような問題になっていましたね。構文を問う問題はありましたけど、そこまで難しくないかなって思うね。やっぱ前置詞 VS 接続詞。まあ接続詞 VS 前置詞でもいいんですけど、あれが多かったですね。接続詞回答になるの多くなかったですか？なんか2問連続ぐらいで出てた気がするんですよね。続いてパート6も、まあまあまあ、普通かなって感じですね。文章入問題が簡単だったかなって思いますね。まあこれしかないだろうみたいな感じになってたと思います。だその分ちょっと優しかったんじゃないかなと思います。パート7は、きついね。やっぱややなんとしておきますかね。かなり。迷った問題はあんまなかったんですけど、ただ引っ掛ける気満々のがいくつかありましたね。あ、パート4にもあったな。明らかにもう引っ掛ける気満々の選択肢。聞こえてきた単語で、あ、これだって勘違いして選んじゃうっていうのがありましたね。パート4に。で、それと同じようにパート7にも、あ、これ絶対選んじゃうなっていうのありました。わかんなくて。ヒントが、どこにあるのか分かんなくて、あ、これ選んじゃうだろうなっていうのがちょこちょこありました。もう引っ掛ける気満々、まあ、本当にやらしい。そんな感じかな。あ、まあ、でも、あ、でもパート6にも文法1個難しいのあったな。今思い出してくると、あ、あれも難かったなっていうのがちょこちょこ頭の中に浮かびますね。で、難しい単語がやっぱ多い、増えた。あ、やっぱ意味わかんないっていう単語が増えていると思いますね。昔は出てこなかったような単語や表現が結構出てくるので、やっぱりちゃんと知らない表現があっても答えに関係あるところをちゃんと抜き取って答え出してくださいっていうのが見える感じでしたね。難しかったけどね、やっぱりね。それが正解に関わる時とかもあるんで、だいぶレベルが高いと思いますね。そして前にも言いましたけど、やっぱ現代化してる場面がもうね、すごい。やっぱ昔では考えられないよね。だからまあスマホとかも当たり前じゃないですか。でもやっぱクラウドとか出てくるんで、ね、クラウドとか知らないと分かんないじゃないですか、状況が。一体どういう状況なのって思っちゃうと思うんですよね。なんでその辺のね、現代のテクノロジーをきちんと分かってないといけないかなと思いますね。はい。まあぜひね、コメント欄で、ね、どうだったかっていうのはお聞かせください。まあいろんな意見が出てくると思います。自分自身も、これはちょっと酷じゃないって思った箇所はいくつかありました。また、6時からの反省会ラジオでお会いしましょう。あ、まあ、反省会ラジオ終わっちゃってる方はメンバーシップ限定のアーカイブになっておりますので、そちらメンバーの方はご覧ください。はい。ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching. 多分ベーシスのコマーシャルが流れる。今ベーシスの公式 LINE に登録してもらうと、登録してくれた方全員に偏差値30から偏差値60まで上がる勉強法のノウハウ集をプレゼントしてます。で、 TOEIC 700、800点ぐらいまでも十分対応しているノウハウ集になってます。で、そこにね、個別のメッセージを送ってもらうと僕が直接アドバイスしていきます。普段の動画ではですね、かなり毒舌かもしれないんですけど、 LINE では優しく丁寧に対応します。で、特に偏差値もう30代とか40代で、英語の成績が俺全然伸びないんだよ、私全然伸びないんだよっていう人とか、TOEIC でもうほんと400点500点さえも取れない、でも700点800点取りたいっていう人とか、英検もう全然3級も取れないとか準2級取れないとか、まあ、そういうところでかなり悩んでる人ね、ぜひ相談ください。登録は QR コードもしくは概要欄の ID、 これで検索してもらうと出てきますので、それで登録よろしくお願いします。